バニラアイスのお買い上げありがとうございます。これからバニラトラック内での正しい食べ方のビデオをご覧いただきます。皆様必ずご覧ください。まずバニラアイスを冷凍庫から冷蔵庫へ移してください。この時ペダルには挟まないようにしてください。冷蔵庫に移してから45分ほど経過したら荷台の中で食べる姿勢をとってください。荷台の中で食べることで運転手がつまみ食いをしてくるのを防ぐためです。突然の衝撃に備えてジャンプする構えをとってください。食べる際はアルミスプーンをご使用ください。アルミスプーンを使用するといい感じにアイスが溶け出します。スプーン以外のものは使用しないでください。万が一突然物陰からバニミが出てきたら速やかに避難してください。でないとせっかく熟成したバニラアイスに何かをかけられてしまいます。脱出した後はアイスが溶けすぎないうちにその場で速やかに食べてください。美味しいバニラアイスをお楽しみください。